岡山市北区にある岡山大学近くの交差点で行われた啓発活動には、岡山西警察署の警察官や大学の職員など10人が参加し、通学中の学生らにヘルメット着用を呼びかけるチラシを配りました。この近くの交差点では先月22日、2台の自転車が出会い頭に衝突し、1人が一時意識不明の重体となる事故が発生。2人はヘルメットを着用していませんでした。また今日は交通ルールを守らない自転車の取り締まりも行われ、走行中のイヤホン装着や並走などで22人に警告したということです。自転車のヘルメットというのは車のシートベルトと同じで、いざという時に自分の身を守る大切なものになりますので、こういうところ細かいルールですけど、きちんと守っていただければと思います。岡山県警によりますと、今年に入って先月末までに748件の自転車事故が発生していて、このうち5人が死亡しています。